フランクローマ皇帝内市正方天位は、フランク国王カール一世が800年12月25日に、ローマにて、ローマ教皇レオ三世により、ローマ皇帝として退官されて、以降のカロリング朝における、君主号の家庭上の表記である。最後のフランクローマ皇帝は924年に、崩御したベレンガーリオ一世である。フランクローマ皇帝は大概はローマ人の皇帝。 内市ローマ帝国の皇帝の称号を帯びている。962年の夫を一世大帝の大官によって始まる神聖ローマ皇帝はフランクローマ皇帝の後継者であることを辞任している。カロリング帝国の拡大図797年に東ローマ帝国でエーレネーが皇帝コンスタンティノス6世を追放してローマ皇帝史上初めての女帝を名乗るクーデターが発生した。 この女帝即位は、ローマ帝国の政法では戦勝として認められず、帝国政法においては、ローマ皇帝が空位の状態であるとみなされた。そのため、ローマ教皇レオ3世は800年12月25日に、ローマのサンピエトロ大聖堂にて、クリスマスのミサが取り行われている最中に、コンスタンティノス6世の正当な後継者として、フランク国王カール1世に、 ローマ皇帝の冠を授けた。自らを古代ローマ皇帝の後継者であるとみなしていた東ローマ皇帝は当初はカールの皇帝号を承認しなかった。しかし、812年に東ローマ皇帝ミカエル一世ランガ兵は811年のタイブルガリア戦で自軍が壊滅した際にカールからの支援を考慮に入れてその皇帝号を正式に承認した。 カールはその見返りとして、ベネツィアとダルマジアを東ローマ帝国に譲渡した。しかし、12、13世紀に東ローマ皇帝はこの皇帝号に対して異議を申し立てている。このローマ皇帝位は東ローマ皇帝との対比から西ローマ皇帝と表記されることもあるが、この皇帝位はあくまでコンスタンティノス6世紀の正当な後継者であるローマ帝国全土の皇帝であって、 ロムルス・アウグストゥルス以降に途絶えていた、西方制定の復活ではなかったことに注意を要する。また、カールの大観は建国ではなく、フランク王国も、カールの大観によって帝国へと変貌を遂げたわけでは、ない。カールは大観によって、すでにあったローマ帝国の皇帝位を受け継いだだけであり、何らかの帝国組織や帝国制度を喪失した、わけではないし、フランク王国も、 カール大官の時点ではすでに帝国の様相を呈しており、教皇はすでにあったカールの帝国に性別を施しただけというべきだからである。この勢力は厳密にはローマ帝国と異なる国家ではなく、ローマ帝国内での皇帝系をめぐる争いでしかなかったため、ローマ帝国以外の特別な国名を持たなかったが、歴史学では西の帝国、西ローマ帝国、フランク帝国、 カロリング帝国、神聖ローマ帝国のローマ帝国期など様々な名前で呼ばれており、それらの名前が指し示す範囲は必ずしも同一ではない。814年に定位を継承したカール大帝の息子、フランク王ルートビヒ一世経験王は自身の息子への定位継承権を固めることを望んでおり、817年7月にアーヘンにて帝国の秩序についての布告を出した。 その長子ロタール一世は、父との共同皇帝として、共同統治者であることが宣言されて、ネウストリア、アウストラシア、ザクセン、チューリンゲン、アレマニア、セプティメーヌ、プロバンス及び、イタリアといった帝国のかなりの領域の支配権を、委ねられた。他方、次男のピピン一世には、アキテーヌ、バスコニア及び、スペイン辺境領が、三男のルートヒ二世ドイツ人王には、 バイエルンとケルンテンがそれぞれ与えられた。しかし公的文書において、ロタール一世の名が、父と平気して見受けられるのは825年まででしかない。823年4月5日に、ローマのサンピエトロ大聖堂にて、ロタール一世は、ローマ教皇パスカリス一世の手によって、皇帝として退官している。皇帝に即位後のロタール一世は、父ルートビヒ一世に対抗するために、 兄弟たちとの仲を回復したことは一度もなく、父の敗を何度も試みたものの果たすことはできずに834年に、その主力軍が壊滅したことで自身は、社名をこうことを余儀なくされた。結果、ロタール一世は、共同皇帝の称号を剥奪されて、父の支配権の下でわずかに、イタリアだけが残されたのである。百四十年に、ルートビヒ一世が死ぬと、ロタール一世は、 父の遺産をすべて相続しようと試みたが、これが、弟のルートビヒ2世及び、シャルル2世特等王との争いを引き起こすこととなった。841年に、ロタール1世は、本当の和の戦いで完敗して843年に、弟たちとの間で帝国が三分割されたことが、明白となったベルダン条約を締結した。ロタール1世が保持できたのは、中部イタリア、ウルゴーニュ、 プロヴァンス、西アウストラシアといった中部フランク王国の領域及び皇帝号である。855年にロタール一世が死ぬとその領域は息子たちの間で分割された。皇帝号は父の存命中に退官したロドビコ二世が手に入れたが、これと同時にイタリア王の称号とも結びつけられたことが事実上明白となった。ロドビコ二世は南イタリアを従属下に置き、 さらに弟の死後にプロバンスとロタリンギアを相続することで領土を拡大させることに成功した。だが、その南イタリア支配は、東ローマ帝国が支援を打ち切ったことで終焉を迎えた。875年にロドビコ2世が没したことで、イタリアにおけるカロリング朝の血筋は断絶した。皇帝号とイタリアは、西フランク国王シャルル2世が獲得した。 877年にシャルル2世が死ぬとイタリア王位は老いのカール3世ひ満王が獲得した。881年には皇帝として退官し、884年にはカロリング帝国の復興を果たしたが、その統一は非常に短命であったのは明白であった。カール3世は887年末の段階で、すでに敗位され皇帝号は 最終的にいくつかに分裂した。それ以降、皇帝の座はその地位を喪失することになった。最初は、カロリング家の登園である、フリウーリー編教博ベレンガーリオ一世が、イタリア王として退官したが、同じく、イタリア王に即位したスポレート校グイードによって、時期にとって変わられた。両人の争っている間はイタリアは事実上二分化、されていた。891年にグイードは、 皇帝として退官して892年には、ランベルトに、イタリア王位を授けることに成功している。894年に、グイードが死ぬと、ベレンガーリオ一世は王位をめぐる争いを再開させたが、895年に、カール三世の王位に当たる東フランク国王アルヌルフの侵略を受けて、ランベルトと急戦を結んだ。 アルグルフはローマを征服することに成功して八百九十六年十二月に皇帝として退官した。己の成功を発展させることは病気によって妨げられて東フランクに帰還することを余儀なくされ、そこで三年後の八百九十九年に死んだ。八百九十六年末にランベルトとベレンガーリオ一世は東フランクの勢力をイタリアから一掃することに成功し、 正式に二度目のイタリア分割を行った。898年にランベルトが死んだことで、ベレンガーリオ一世は単独のイタリア王となったが、すぐに、ロドビコ二世の娘を母とする、下ブルグント国王ルイ三世にとって変わられた。ルイ三世の統治は、ベレンガーリオ一世時代のイタリア上流層からの、不平不満を呼ぶこととなった。900年秋に、ルイ三世は、 イタリア王として退官して、翌901年2月22日には、ローマ教皇ベネディクトゥス四世の手で、ローマにて定官を授けられた。しかし、ベレンガーリオ一世は戦いを止めることはなく、905年6月21日に、ベローナにて、ルイ三世を捕虜とすることに成功している。捕虜となった、ルイ三世は盲目にされて、プロヴァンスに追放されて、そこで余生を送ることとなった。 916年になってようやくベレンガーリオ一世は、ローマ教皇ヨハネス十世人の手で皇帝として、退官した。数年後に、再び皇帝に不満を抱く勢力が結成され、彼らはウェブルグン国王ルドルフ二世に支援を求めた。923年6月23日に決定的な敗北を喫したベレンガーリオ一世は、マジャール人に支援を求めたものの、このことは、 最終的に自らの支援者の離反を招き、924年4月7日に裏切りにあって殺害される羽目に陥ったのである。ベレンガーリオの死をもって皇帝王は消滅し、以後、イタリアは数十年間にわたっていくつもの来た、イタリアやブルグントの貴族たちが支配権をめぐって争う競合状態に陥った。ローマの教皇の地位は、 パトリキの完全な統制下に置かれたことが明白となった。しかし、イタリアの貴族層に打ち勝ったドイツ国王ー一世は962年に即位のためのというの儀式を受けて皇帝として退官した。これをもって神聖ローマ皇帝の誕生とみなされている。最も,も見たところによると、夫一世自身は新しい皇帝号を創始しようとする意図はなく、もっぱら。 カール大帝の後継者であるとみなしていたそうである。最終的に東フランク王国が西フランク王国から分離して、ドイツと北イタリアの領域を根幹とし、ローマ皇帝の後継者及び、教会の保護者の地位を求める者が支配する新国家が形成された時点をもって、皇帝位がドイツ王位に事実上移行されたことが示されたのである。ありがとうございます。